久しぶりの商品、車体の紹介の動画を撮ることにしました。今回ですね、もう僕もこれと付き合いが始まりまして、もうやがて10年ぐらいになりますけども、いわゆるロングテールバイクですね。エクストラサイクルのロングテールバイクです。まあ、10年前はフリーラディカルだったんですけども、去年一昨年ぐらいですかね、からあのリープに、バージョンアップしまして、それに関して述べてみたいと思います。現在はですね、折りたたみマウンテンバイクとして一時うちの商いを賑わせてくれましたモンタギューパラトルーパーですね。モンタギューパラトルーパーを、リープでロングテール化しています。で、なんでこれをやったかというとですね、ファットバイクでロングテールってできないのっていう話がありましたので、それをちょっと実験してみたくてやってみました。ちょっと魔改造って言われるようなところもあるんで、あんまり詳細は店の方で聞いてほしいんですけど、まあ、なんとか、26-3.5 ですねのスリックタイヤで、軽快に走れています。で、今回災害という切り口でね、これを見るわけなんですけども、やっぱ特筆すべきはこのタイヤでしょうね。まあ、幸か不幸かね、その地震災害とか豪雨災害とかに僕は出会ったことがないので、断言は申し上げられないんですけども、これだけの太いタイヤがあれば、多少の瓦礫だったりとか、よほど突起物がないようなところであれば、普通の自転車よりも走れる範囲はかなり広がるのではないかなというふうに考えています。あとはやっぱり災害とロングテールバイクということで考えていけば、やはりその積載能力、運搬能力だと思います。去年ですね、札幌でも地震がありまして、札幌、うちの近所あたりは、まあ、特に建物の被害とかはあまりなかったんですけども、信号が全部、消えまして、街中ちょっと大混乱という感じでした。そんな中ですね、自家用自動車を運転する度胸なんていうのはもともと私にはありませんので、これで物を積んで運ぶ、いろんな役に立ってくれました。特に買い出しですね、なかなかその急にちょっと買い出し行かないかみたいな感じになりましたので、その時にはこことここですね、ここに大量の荷物を積んでも十分走れるというのがいかに心強かったかというふうに思うわけです。そしてもう一つ、荷物をたくさん積む自転車っていうのはいろいろあるんでしょうけども、その中で、このエクストラサイクルならではの、積載能力に対する工夫が多分これだと思います。折りたたみ式の、サイドカーです。こういう感じでタイヤをつけてこういうふうに開きます。で、この上にはね、基本的に状況に合わせてなんですけども、僕は段ボール箱の大きいのを乗せることが多いので、わりかしこのまま使いますが、天板ですね、木製の天板みたいのを自分で作ったりとか、メーカーさんの方からも純正キットで出てますので、それをつけてあげれば、どうでしょうね、冷蔵庫とかタンスとかそういうものまで、その気になれ運べるぜというところです。で、これの素敵なところが、実はサイドカー、さっき動かしましたけども、このサイドカーが走行中にスイングするようになってまして、カーブ曲がるときにですね、非常に曲がりやすいです。で、この辺がやっぱね、その運動性能をあまり犠牲にせずに積載能力を上げたというところが、このエクストラサイクルの素晴らしいところなんではないかと思います。これはまあ特に災害とね直結することではないんですけども、これに乗るようになってから私の場合は劇的に自家用自動車の出番が減りました。で、今はもう自動車は持ってないんですけども、何の通用も感じない、そういう生活を送れております。というのが、物を運ぶときに自家用自動車じゃないとダメだと思っていたものの、ほとんどが実はこれで運べてしまうということに、自転車ながら今更ながら気がついたという感じです。で、あとはそうですね、人を運ぶってなった時はさすがにこれではもう無理なんですけども、その時はもうね、子供ももうある程度大きくなっちゃったんで、電車とかバスとかそういうので、みんなで行く、そういうことにすることによって子供の方もなんか社会性が養われているんじゃないかなというふうに思えるようになりました。ロングテールバイク、実はこう日本ではまだまだなかなかこう普及していないんですけども、アメリカ本場ですね、自動車大国アメリカ
自動車大国本場のアメリカでちゃんとシェアを伸ばしている。自転車を使った方がより健康的でね、人間的な生活が送れるんだという考え方をする人が増えているということをここで改めて述べておきたいと思います。もちろん災害の時にもね、何かと役に立つと思いますし、まあ災害に遭いたい人はいませんけども、そうなってしまった時に、これで日頃の生活を回していたというのが本当にいいことだったと思えるんじゃないかなと思います。